どうも、ドゥーバップ TV 塚本です。今動画ではオールデンの魅力についてお伝えしてまいります。先日数足ですが、オールデンを代表する品番54331こと通称 V チップが入荷しましたので、こちらのモデルにフォーカスして紹介してまいります。まず V チップというトゥー先デザインについて、トゥー先のデザインがアルファベットの V 字だから V チップと呼ばれています。品番名で言うと2っぽさが増すかもしれません。ちなみに今回紹介しておりますのが54331、黒のコード番です。同素材バーガンディですと54321、カーフアッパーですと54411と素材やアッパーで品番名が異なります。ちなみに正式名称はモディファイドアルガンコンブラッチャーオックス。モディファイドは木型の名前で、後ほど掘り下げて紹介いたします。アルガンコンとは昔袋縫い靴のことを総称してアルガンコンと呼ばれていたことからです。ブラッチャーは外バネ、オックスは単靴を指します。こちら V チップが代表的なデザインというのも珍しいと思います。事実 U チップを代表品番にされているメーカーは数多く存在します。例えばパラブーツのシャンボート、クロケット&ジョーンズのモールトンや、ジェームウェストンのゴルフ、エドワードグリーンのドーバーがございます。U チップの変形ともいえる V チップこそオールデン独自の衣装で表現されたモデル、オールデンを選ぶ醍醐味が詰まっているかと思います。そしてモディファイドラストのセクシーなシルエット、抑揚のある滑らかなラインは眺めているだけでも魅力的です。もちろんオールデン独自の木型となります。医療用矯正靴をルーツとした木型です。吸い付くようなアーチサポートを持つモディファイドは独自の足入れ感覚です。靴は歩くためのギアであるというオールデンの理念をそのまま表現されたと感じさせます。まるでビスポークのような錯覚を覚える人もいらっしゃるほどです。靴を選ぶ理由は様々ですが、最初は名前であったり雑誌やウェブで見かけた印象からというのが多いかと思いますが、オールデンに関しては2足目以降ですけれども、大半の方はこの履き心地にあると言えます。こればかりは履いていただかないと伝わりづらいのですが、それだけ履き心地に魅力が詰まっていると言えます。僕の感覚ですが、ヨーロッパ靴レザーソールの場合、カツカツとした音を立てて、いかにも革靴を履いているという履き心地の靴が多いかと思います。表現を変えると、しっかりとしている分硬さを感じるみたいな。オールデンの場合、特にモディファイドラストがご体感いただきやすいかもしれませんが、まるで履き慣れたコンフォータブルなスニーカーのような感覚を覚えます。土踏まず部分はピタッとフィットしているのに対して、他者より長く設定されたステスンにより、靴の中で指先は自由に動き、非常に開放的です。ウエストの極端な絞り、その絞りを逃がすための指周辺の開放感、一足の靴の中でフィッティングに緩急があるのです。吸い付くような独特の履き心地、初めてオールデンを試されるとカルチャーショックが起こるかもしれません。ベストなサイズでお選びいただきますと、履く際に靴の中で空気が外に抜けるシュッという音がします。この音というのは小さすぎても大きすぎても出ることはないと思います。靴の中で自分の足が心地よく収まっているこその音です。適正サイズがわからない、または不安があるという方、店頭では足のフィッティングも行っております。計測機もございますので、足長、足幅や甲の厚みを考慮しまして、おすすめのサイズをご案内させていただきます。魅力的に伝えるのはコード板のアッパー。コード板とは馬のお尻から一部取れる革です。厚みがありながらしなやかな素材は形状記憶に優れており、一歩踏み出しただけでも履きじわが残るほどの馴染みの良さが特徴です。もちろん足全体にフィットして足当たりもいい、靴に適した素材と言えます。牛革との違いは大きく2つです。光沢感とシワの入り具合です。牛革でもクリームによって光沢は出ますが、コード板はもっとこう革の奥の方から鈍く光っているように感じます。この光沢感に魅せられてしまいます。そして履きじわです。牛革と比較しますと、より深いシワが入ります。厚みがあり形状記憶に優れているとお伝えしましたが、こういった理由によりくっきりとした履きじわがつきます。完成な顔つきの V チップ、店頭ではハーフモデルもご用意しておりますので、スタイルに合わせてお選びください。最後に1点告知がございます。オールデンの即売会を10月2日土曜日から11日月曜日まで開催させていただきます。通
通常店頭に並んでいない品番、サイズのご用意もございますので、ご興味ございましたらご来店お待ちしております。ご視聴ありがとうございました。